イベラジオ第5335回、今日は令和5年7月28日金曜日です。時刻は午前9時、横浜港北、今日は暑い夏の朝始まりました。もう窓も玄関も全部開けてますね。今日はあんまり風が吹き抜けてくれない。昨日までは風がビューッと吹いてて、窓さえ開けておけば涼しかったんですけどね。さて、今回は戦争のお話、なぜ南雲忠一は第三次攻撃をしなかったのか、ハワイ作戦です。第三次攻撃をやっていれば、重油タンクとドックを壊していれば、あの戦争の行方も違っていたのに、南雲はなんでひよったんだ、第三次攻撃かければよかったのに。二航戦の山口多門司令官が発艦準備完了って意見具紙にしてたじゃないか。これはよく言われることですね。このよく言われる南雲批判、これに対して国会は南雲司令官の立場から、まあ第三次攻撃はできなかったと、そういうお話をしてみましょう。私も思うんですよ。ある時第三次攻撃やろうと思ってできなくはなかったと思う。やろうと思ってできなくはなかった。そしてその時重油タンクでもバンバン壊しておけば、重油タンクはむき出して空から視認できるんですよ。だって真珠湾の攻撃の時の飛行機から、日本の飛行機から撮った写真が何枚か残ってますけど、重油タンクがバッチリ写ってますよね。あれを上からババーッと攻撃して、そしてドックですよね。これを使えないようにしておけば、ミッドウェー海戦の惨敗はなかったんじゃないか。よく覚えますよ、私も。けれど、南雲さんの立場に立てば、やっぱできなかっただろうな。そんなお話です。まずで、南雲艦隊から、ハワイへ攻撃して、行って帰ってくるのにはね、だいたい4時間見とかなきゃいけないんですよ。だいたい行って帰ってが4時間。そして上空で攻撃する時間も含めてね。で、第一次攻撃、第二次攻撃。で、この第二次攻撃の、飛行機が最後に帰ってきたのが、だいたいお昼過ぎなんですよ。12月8日、日本時間でね、12月8日のお昼過ぎに第二次攻撃が、帰ってきてるんです。で、もちろんその時に第三次攻撃出せば、4時間でも、夕方の5時、間に合いますよね。ただ、飛行機を発艦させるためには、さっき言ったように行って帰ってくるだけでも、4時間くらいかかるわけでしょ。で、その前に、やっぱ2時間ぐらいは、その飛行機の発艦準備っていうのをやらなきゃいけない。当たり前ですけど、空母から飛行機出すっていうのは、はいっていうふうに、すぐに出せるわけではないんですね。で、さっきお話したように、12時半、この半、お昼のですよ、0時半、午後0時半に、最後の飛行機が帰ってきた。で、甲板がやっと使えますと、発艦のためにね。で、そこから発艦準備します。そうすると2時ぐらいになりますよね。そしてそこから飛び立たせて、で、第三次攻撃やって、で、帰ってきた場合は6時ぐらいになるわけですよ。で、冬ですから、夕暮れがもう早いんですね。6時、12月8日の6時、どうですか、皆さん。12月8日の6時。やっぱ躊躇しますよね。で、やっぱ空母への着艦っていうのは、夜間での着艦、あるいは白母での着艦っていうのは危ないんですよ。で、当時、真珠湾には6隻の空母で行きました。赤城、加賀、飛龍、蒼龍、そして瑞鶴、松鶴。
で、この赤城かが飛龍総龍の1航線2航線のパイロットだったら、まあ一気当選で夜間着陸もできただろう、夜間着艦もできただろう。ただ5航線のパイロットは練度が低く、12に比べて、だから夜間の着艦は無理だろうと。出すんだったら1航線2航線、つまり赤城かが飛龍総龍だけでとなりますね。あと敵空母、敵空母が近くにいたらどうするんだというこの話です。で、空母って空から一発バーンと爆弾落とされたら、当時の日本のダメージコントロールではもう使えなくなってたんですね。アメリカだったらで、ね、爆弾2発ぐらい甲板に落とされてもダメージコントロールで3時間ぐらい経ったらもう飛行機の発着艦ができるような、そんなシステム整えてたんだけど、日本の場合は穴開けられたら終わりと。で、空母はいなかった。で、実際でエンタープライズっていう空母はハワイのだいたい300キロぐらい西にいたんですよ。だからこれ場合によってはハワイの北にいた南雲艦隊と艦隊決戦が起きても、つまり空母決戦ね、おかしくないようなところに実際にエンタープライズいたんですよ。もちろんこの時南雲艦隊が第三次攻撃やらずにさーっと逃げたから、このエンタープライズという空母と の空母決戦はこの時起きなかったけど、やっぱ可能性としてはあったわけです。で、空母が3隻いるなと、ホーネット、エンタープライズ、そしてヨークタウンで、レキシントン、この辺の空母のうちの3隻ぐらいはハワイにいたはずですから、サラトガとかですから、その3隻とも空母がいないと、あれと、じゃあハワイ近海にいるんじゃないのか。そうするとそれらが攻めてきた場合、甲板にドドーンと穴開けられたら、で、帰ってくる飛行機を収容できない、こうですよね。やっぱりもう第二次攻撃が終わった段階で南雲さんはもう気が気じゃないわけですよ、いつやられるんだと。ですから早く逃げたいと、ここから早く無事に艦を壊さずに大戦果も上げてると。あと、ここから先はね、後付けになりますけど、ドックと重油タンクを第三次攻撃でやってもあんまり日本の有利にはならなかっただろうと思われます。つまりアメリカの航兵能力、つまり橋を作るとか港を作るとか飛行場を作るっていうアメリカの航兵能力はもう当時、まあ、世界一でですね、ドック日本が壊したってすぐにさーっとこうドックを作り直して、またやってまたね、そこで船の修理やったはずですよ。ガダルカナルもそうじゃないですか。日本軍が、ね、日本の航兵隊が飛行場を作って、あ、もうできたかなと思ったらさっとそこへ攻めてきて、その飛行場を整備して、で、日本軍が飛行場を使わせないように夜間戦艦の砲弾をね、バン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 撃ったんですよ。ヘンダーソン飛行場に対して日本の戦艦が夜間にバンバン手砲を撃ったんです。で、メラメラメラーと燃えたわけですよ、滑走路が。おお、戦艦上がってるぞと、飛行機も燃えたと。けれどすぐにさっと飛行場をまた整備して、で、別な第二飛行場も作ってみたいな。アメリカの航兵技術を考えたら、ドック潰しててもそれほどのダメージ、まあ、ミッドウェイにヨークタウンが来れなかったという可能性はあるけれどね。あと、重油タンクもやっとけばあったものの、重油タンクの油っていうのは結局アメリカの油じゃないですか。アメリカは石油が取れたんですよ。だから、そのアメリカ本土とハワイの間の行き来が十分可能な限り、そこを遮断してないでしょ。アメリカ本土とハワイとのその行き来を遮断していない以上、重油タンクでボワーッと燃やして、なんかすっごい光景になったと思うんですよ、油が燃えるから。けれど、油なくなったねって言って、またアメリカから持ってくればそれだけで終わりのはずなんですね。やっぱり重油タンクが壊れたんなら、あ、じゃあ作ろうかと。作るぐらい簡単ですから、タンクは。油なんですよ。油をアメリカの本土で取れる、その本土で取れる油を売ってくれなくなったから、日本は困ったわけですよね、この昭和16年に。アメリカは重油タンクハワイでやられても、
本土とハワイを通商封鎖されてるなら非常に問題ありますが、そんなことされてないんだったら油持ってきたらいいだけの話ですよね。結局南雲さんからするともう大戦果上げてるんだし、いつやられるかわからないし、そして帰ってくる時間がもう6時前後になってくると暗くて、もう可愛い搭乗員を危険にさらしたくないと。しかも第一次攻撃、第二次攻撃でも結局救急艦爆はね、かなり損失してるんです。狙われやすいですよ、ダイバーっていう艦爆隊はね。だからそのことを考えると、これ以上もう死なしてはならんということで反転と。ですから南雲さんの主観に立てば第三次攻撃とんでもないと。で、ああすりゃよかった、こうすりゃよかったっていうのは後知恵じゃないか。そう言われたら私ももう反論できないですよね。夢ラジオ、今回は南雲機動部隊についてお話しいたしました。ありがとうございました。